リバウンド平均 9.3、 リーグ7位のザック・オーガスト、そしてポイントガード久保田、そして西田雄大。まあ、藤本さん、名古屋も徐々にこういったロスター今、相馬外れてますけれども戻ってきたなという印象はありますが、いかがでしょうか。そうですね、ルーク・エヴァンス選手、はい、はい、引き続きゾーンですね、はい、オーガスト、おお、これも半ば強引に運んでいきました。これで同点に追いつきましたというところですが、今度はどうでしょうか。中に持っていったアーロン・ヘンリーです。中村太一と中村博文、中村同士のマッチアップでした。ここはさあ中村太一、中村太一から石井、オーガスト、まあ、そのまま継続っていうことでしょうね、はい、ターンオーバーから中村太一、中村博文をついていく、いいディフェンスを見せながら落ち込んでいった三河。さあこのスリーポイント量産体制に両チームとも入ってきていますが、西田この位置からガードナーが入っていた。前半はなかなか FE 名古屋がこの24秒の間にシュートまで行くことができないという場面も何度かありましたが、ラストか。三河が早い展開に持っていく、ガードナーマリキだ、すごいプレーだ。ボールがしっかりと最高点から落ちてきたところでのタッチということも判定でしたが、エンドワン。そしてここにガードナーが来ると何かが生まれる、スリーポイント来た、失礼、FE 名古屋が三河のディフェンスに苦しんでいる状況ですが、その中で見せました、アロハンディ。ここで、FE 名古屋が決めると大きいわけですが、杉本選手を3人いるが決める。中村太一が中村博文を振り切りますが、外から中村太一、オーガ、もう一つ、エンドワン。動いて西田が開くのか、オーガストに渡した、オーガスト、いやー決めた。そうですね、久保田、今度は笹山がついていきます。ここは行かせない、3、ここで決めた。世界の経験、それをこの日本の B リーグに持ち込んでいる日本代表の各選手、その中の一人西田優大でありますが、ガードナー。一時は FE 名古屋がリードしていましたが、三河、個々の力そしてチーム力でリードを奪い、71点に、まあ、抑えられたというような言い方もできますが、勝利をものにしました。